E231系、関東に行けば E233系に次いで見ることが多いんではないでしょうか。そんな中でも今回は0番台をご紹介。今映っているのは武蔵野線で活躍する車両。もともとは中央総武線各駅停車で走っていました。こちらは常磐快速線で活躍するもの。先代の103系から引き継いだエメラルドグリーンの帯に黄緑色の帯が追加されています。そして最後はこちら、中央総武線各駅停車で活躍するグループです。山手線から500番台が大量に来たことによって大部分が武蔵野線に転属しましたよね。2022年11月現在残っているのは6編成、しばらくは安泰でしょう。そういえば最後まで6扉車が残っていたのも総武線でしたね。このステッカーも過去のものになりました。行き先表示は LED 式です。路線名と行き先が交互に表示されます。車内はこんな感じ。必要最低限っていう言葉がちょうどいいかもしれませんね。4つの扉とロングシートが並びます。ドアはこんな感じ。ええ、気づいた方もいるかもしれませんが、1000番台から引っ張り出してきました。この部分は一緒ですから、これでごめんなさい。ステンレス剥き出しのとっても冷たいドアです。常磐快速線と総武線各駅停車はこんな感じ。一方、武蔵野線で活躍する車両は E531系のように中央に黄色いラインが引かれています。同じステンレス剥き出しの扉でも黄色いラインがあるかないかでガラッと印象が変わりますよね。さて、これどうこだ。こちら遠く関西の地を走る南海8000系のもの。全く一緒です。話は戻って E231系へ。武蔵野線と中央総武線各駅停車の編成には1段のもの、常磐快速線で活躍する編成には2段の表示器が全てのドアの上に備わります。個人的には1段の方が見やすいですかね。2段はちょっと面積が小さいような気がします。ドアの上には昔ながらの停車駅案内が。車内モニターの普及で首都圏ではこういうタイプのものも珍しくなってきましたね。ドアの下の滑り止めは床と同じグレー。ここを黄色にすれば車内の印象がガラッと変わったことでしょう。武蔵野線の車両にのみウサビーちゃんが貼られています。前にご紹介した E233系5000番台の時にも貼られていましたが、今回は少し詳しめにお話しします。これはウサギのぬいぐるみ。腕が挟まれてぬいぐるみですから中の綿が出てきてしまっているんです。ちなみにウィキペディアではディズニーキャラクターに対抗するために出てきたという記述がありましたが、実際どうなんでしょうか。ドア横の手すりはだいぶ低めの設置。長さはちょうどいいものですが、もうちょっと上に設置してもよかったんじゃないかなと思います。座席は7人掛け、肩持ち式のバケットシートです。座り心地は固めのもの。100歩譲って座面の硬さはまだマシだったとしても、背もたれの形状が本当に終わってるんです。悪意のこもった出っ張りに合わせて座れば、通路に足を投げ出すような姿勢になりまして、首都圏の混雑の中でそんなことができるわけなく、結果的にのけずる姿勢のまま座ることになります。そりゃこれが元になってるんだから、あれの座り心地も悪いわな。ただこの手の座席、リュックを背負ったまま座ればまだマシなんじゃないでしょうか。一般のところが青、優先席ではおなじみ赤ゼブラとなって区別されています。出ましたよ、この使い勝手の悪い袖仕切り。この形状のものはいろんなところで今までも出てきて、そのたんびに言っていますが、立っている側はまだマシですが、座っている方は不快感のオンパレード。まあ立っている側もこれツルツル滑るんですけどね。表面肩が十分に収まらなかったり、肘を置こうと思ってもツル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 滑ってしまうこのくぼみをどうにかしないと。やっぱり座席よりは微妙に短めですよね。風よけとしての機能も期待できません。ただ E233系ではこの部分に至っては改善されていると思います。窓です。首都圏おなじみの小さいのと大きいのが組み合わさったもの。向かって左側、大きい方の窓は上から開けることが可能です。開くのはだいたい4割ぐらい、もしかしたらもうちょっと下がったかもしれません。日よけは設置されず、着色窓だけで済まされるお手抜き仕様。窓に色をつけたぐらいで直射日光が防げるわけがないんですよ。あ、そういえば夜景綺麗ですね。吊り革は三角形のもの。一般のところはグレー、
優先席付近では黄色となって区別されています。また形状も長めの三角形になっています。この方がつかみやすいですよね。荷物棚はパイプ式。やっぱりパイプ式に限りますね。鉄板は座席が暗くなるだけです。一番前です。右から乗務員室への扉と大きな窓、そして一番左の四角いところは万が一の時に乗務員さんを早く救出するために簡単に取り外せるようになっているんです。そういえば窓の下に手すりがないですね。続きまして車端部です。消火器がすっぽり収まっていて、座った時に邪魔にならないっていうのがこの系列の数少ない取り柄なんではないでしょうか。仕切り扉です。側面の扉があれだから、まあ当然そうなるわなっていう感じのステンレス剥き出しのものです。軽いっていうか薄いので、仕切り扉にしては比較的簡単な力で開けることができます。ペラペラですよこれ、本当にカチャって言います。そしてそして、何ということでしょう。仕切り扉が設置されていないところがあるじゃないですか。両側ともに扉がないっていうのはいかがなものかと思いますよ。まあ一応通路のところにはこんな手すりがあって、まあそれなりに気を使ってるんだなっていうふうには思いますが、やっぱり扉は欲しいです。そして片側しかついていない区画、片側だけでも両方ついていないのに比べたらまだマシに思ってしまいますね。片側についているので風の通り抜けは防げそうですが、やっぱりうるさいのはうるさいですよね。外の音がもろに聞こえてきますので。ほら見てください、今乗っているのは一番前の車両なんですが、拡大してみますとずっと一番後ろの車両まで見えています。まあなんとも見晴らしのいいこと。車端部の座席は切り立った壁、肘回りの余裕もへったくれもないですね。こういうのを見ていれば E233 系のようなあの中途半端なくぼみでもまだないよりはマシかなというような気もします。フリースペースです。窓の上下には手すり、そして横には非常通話装置が備わります。ヒーターがないのが意外です。またここの部分、床のところにはベビーカーと車椅子のマークが書かれています。照明は蛍光灯、常磐快速線と中央総武線各駅停車では一部の照明だけ防犯カメラと一体化した LED となっていますが、武蔵野線の車両では防犯カメラが独立しているため LED ではなく蛍光灯のままです。歩いていた本望という悪魔に取り憑かれ